今年いっぱいにちゃんと体仕上げて、もう46歳だからね。うん、まあブレイクダウンでね、まあ本当に人生にお願いしたいけど、人柄探したいし、それなりの実績を作って人気に上がれる体も作る。純粋に今まで言ったことは本当ごめんなさい。まあきっかけがやっぱ K さんとこのチャンネルで言って、まあ、その関係者たちが純粋のことをまあ言えばバズりますよ。そっからがね始まりですね。ああそうなんだと思って自分が配信やって、あとはマイクのね空気とね、その理由です。正直恨みなく一個もない。だから頑張ってくれてることを今でも嬉しい。うん、今は俺は俺で俺の生き方してる。正直幸せ。うん、本当のことを言ってるだけだ。人のせいじゃなくて自分が思って言わねえもん俺。本当に今まであったことをそのまま言ってるだけ。あ、これ言ったらバズるんだと思って、バズりに魂を売ったらダメですよ。あー魂は売ってないですけど、はいはい。あーすぐ人の名前出すのやめなさいよ。そっちの方がいいんですかね。そっちの方がリアリティあるかなと思って、実際に誰も恨んでないし、じゃあ LINE とか来れば、ああ、あと我々言われ言わねえよって言うし、それは。まあ、考え方一つですね。